市の北部クラインヘパハーコプフからバインシュタット市を望む。手前がグロースヘパハ地区、その奥がボイテルスバッハ地区、そのさらに左奥の谷間に位置するのがシュナイト地区バインシュタットはドイツビュルテンベルク州レムスムル郡に属す市である。本市はシュトットガルト地方及びシュトットガルト大都市圏に属す。1975年1月1日の 市町村再編で成立し、1976年3月9日に市となり、1979年1月1日にさらに大規模軍都市となった。現在はレムスムル軍で6番目に大きな町であり、バイブリンゲン、フェルバッハ地方の下級中心となっている。バインシュタットの地域はレムス川両岸に広がっている。レムス川はこの付近からレムスタールを抜けて、 ネッカー盆地に流れ込み、レムスエックアムネッカー付近でネッカー側に合流する。グロースヘパハ宿は、レムス川の北岸に、その他の宿は南岸に位置している。バインベルクは、地域の南側は、シュールバルトの死脈の斜面に、北側のグロースヘパハは、同様に、シュバーベンの森の斜面に接す。すべての宿で、ドウ栽培が行われており、これが、市名の由来となっている。 バインシュタットは以下の地区から構成されている。各市区の領域はかつて独立した町村であった時と同じである。各市区はさらに固有の名称を持つ小集落や住宅地に分けられる。バインシュタットは州都シュトットガルトを上級中心、シュトットガルト地域内バイブリンゲン、フェルバッハを中級中心とする地域に属す人口約5万人の地区の下級中心都市である。 出展、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク、バインシュタット市は、西から時計回りに、以下の市町村と境を接している、ケルネイム・レムスタール、バイブリンゲン、コルプ、バイブリンゲン市の飛び地、レムス・ハルデン、ビンター・バッフバルト・マンス・バイラー、アイヒ・バルト。バインシュタットを構成する村落は、中世世紀に、シュバーベン・高領の北端に位置することとなった。 これらは中世後期から近世に移り変わるにつれてアルトビュルテンベルク領となり1806年からは新たに創設されたビュルテンベルク王国に1918年からは新設されたビュルテンベルク自由人民衆に属した1938年ナチス時代のビュルテンベルクの地域再編によってそれまでオーバーアムト・ショルンドルフと オーバーアムとバイブリンゲンに分かれていた村落がバイブリンゲン群となった。バイブリンゲン群は1945年にアメリカ管理地区となり新たに創設されたビュルテンベルクバーデン州に属した。そして1952年に現在のバーデンビュルテンベルク州の一部となった。1973年の軍裁編により集落は新たに創設されたレムスムル軍に属すこととなった。 バインシュタットは、1975年1月1日に、それまで独立した町村であったボイテルスバッハ、エンダースバッハ、クロースヘパハ、シュナイトの4町村が合併して成立した。シュトリンプフェルバッハは、それ以前の1973年1月1日に、エンダースバッハに合併していた。このためこの町は、5つのそれぞれの中核部を有して、いたが、やがて、 ボイデルスバッハとエンダースバッハが都市の様相を整えていった。この新しい自治体は発足時点で人口2万人を超えていた。しかし町当局は1978年になってやっと大規模軍都市への昇格を申請した。州当局は1979年1月1日にその発行を決定した。かつての町村はビュルテンベルク領の古い集落で、 それぞれ長い歴史を有している。エンダースバッハは1278年にアンドレスポッチとして初めて文献に記録されている。この集落はおそらくショルンドルフと共にビュルテンベルク領となった。ボイテルスバッハとは異なり、エンダースバッハは1762年から1765年、そして1807年から改めてオーバーアームとバイブリンゲンに属し、 1938年からバイブリンゲン群に移行した。エンダースバッハには1861年に新しいレムス鉄道沿いに駅が設けられ、これによりビュルテンベルククニュー鉄道の鉄道網に接続した。シュナイトは1238年にスナという表記で初めて文献に記録されている。この集落はおそらくボイテルスバッハと共にビュルテンベルク領となった。 この集落は、ボイテルスバッハと同様に、アムト・ショルンドルフに属し、アムト廃止後は、バイブリン元軍に属した。古い武道絞り書は1934年に作られた。シュトリンプフェルバッハは、1265年に、ストラインフィルバックとして、初めて文献に記録された。おそらく13世紀に、ビュルテンベルク領となった。この集落は、アムト・ショルンドルフに属し、 1762年から1765年まで、そして1807年から改めてオーバーアームとバイブリンゲンに属した。1938年からはバイブリンゲン軍に移行した。古い武道絞り所は1928年に建造された。数値は人口調査結果、または各時点の統計部局の公的な推定値である。 英人口調査結果1961年と1970年は現在バインシュタット市に属す当時の町村の人口を合計したものである。当時の町村ごとの人口は以下の通りである。ビュルテンベルク伯領及びビュルテンベルク公領に属していたことから現在の古しはいずれも宗教改革を経ている。これらの集落は何世紀にもわたって ほぼ完全にプロテスタントであった。5つの福音主義教会は、それぞれの町村が、オーバーアムト・バイブーリンゲン、オーバーアムト・ショルンドルフのいずれに属していたかに応じて、ビュルテンベルク福音主義地方教会内での、監督教区及び、教会管区への帰属が異なっている。エンダース・バッハ、グロース・ヘバハ、シュトリュンプフェル・バッハは、バイブリンゲン教会管区、ボイデルス・バッハと、 シュナイトは、ショルンドルフ教会管区に属している。バイエルンからの鉄道建設の時代、さらには、第二次世界大戦後に、カトリック信者が流入したことで、カトリック教会組織が形成され、教会堂が建設された。1956年にボイテルスバフ派のセイアンナ教会とエーダースバフ派の聖アンドレアス教会が建設された。シュナイトは1971年に、 独自のカトリック教会である、聖十字架教会を得たが、信者らは、ボイテルスバッハ司祭区に属した。グロースヘパ派は1974年に、聖シュテファヌス教会を獲得したが、信者らは、エンダースバッハ司祭区に属している。いずれの教会組織もロッテンブルクシュトゥットガルト司教区、レムスムル主席司祭区に属している。この二大教会の他にバインシュタットには自由教会も、 存在する。福音主義自由協会、ミッションすげマインでバインシュタット、クリストス・チェントルム、バインシュタットがそれである。さらには、新首都派協会やエホバの承人もバインシュタットで活動している。ボイテルスバッハ地区にあるバインシュタット市役所バインシュタットの市議会は、選挙で選出された26人の名誉職の議員と議長を務める上級市長で構成される。 上級議長は市議会において投票権を有している。バインシュタット青年議会は2013年に創設された。青年議会議員は名誉職で2年ごとに14歳から18歳のバインシュタットの青年から選出される。投票は14歳から18歳の青年が行う。電子投票も行われている。市議会と同じように青年議会も会議を行う。 会議のアジェンダは青年たちが作成する。会議には市議会議員が参加する。会議は少なくとも年に4回開催される。会議では青年施設、スポーツ施設、レジャー施設や公共交通機関についてなどの実際のテーマが議論される。すべての会議は一般公開されている。いくつかの問題やアイデアを実践するために内部委員会が組織される。 議会が公開であるのとは、対照的に委員会は一般傍聴者を排除して行うこともある。バインシュタット市のトップははじめバーガーマイスターであったが、大規模軍都市への昇格に伴い、1979年1月1日にオバーバーガーメイスターに職名変更がなされた。首長は8年ごとに市民の直接選挙で選出される。首長は市議会の議長を務める。 歴代市長、シャルマンは2016年10月の選挙で64.3%の票を獲得して上級市長に選出された。現職だったオスバルトはこの選挙に出馬しなかった。ズンガラ、長部は金字でその中に黒い鹿の角が横向きに配されている。主部は黒地に金色のブドウが数塞描かれている。死の旗は金黒である。紋章と旗は 1976年5月3日に、レムスムル軍当局の認可を得た。ブドウの房は、市の名前の由来ともなった、ブドウ栽培を象徴している。ビュルテンベルクの鹿の角は、地区のビュルテンベルクへの長い帰属を表している。バインシュタットは、以下の都市と姉妹都市関係を結んでいる。また以下の都市と友好関係を築いている。プリンツオイゲンハレクロースヘパファ文化イベントは、 市内の様々なホールで開催される。例えば、ハレ・ボイテルス・バッハ、ヤーン・ハレ・エンダース・バッハ、プリンツ・オイゲン・ハレ・グロース・ヘパッハ、シュナイター・ハレ、シュトリュンプ・ヘルバッハ・ハレなどである。さらにシュトリュンプ・ヘルバッハのあるテケルターも、イベント会場として用いられている。シュトリュンプ・ヘルバッハの彫刻の小道。ブドウ畑とカール・ルリヒヌス作の、 家長と女シュトリュンプフェルバッハの武道山に彫刻の小道が設けられている。3世代にわたる彫刻家の29体のブロンズや石の彫刻作品がシュトリュンプフェルバッハの武道山を通る彫刻の小道を縁取っている。フリッツヌスとその息子であるカールヌスのブロンズ作品、およびフリッツヌスの孫にあたるクリストフ・トラウプの石彫り作品である。 ブドウ畑の中のもう一つの彫刻の小道である、シュナイトの彫刻とブドウの学習路は、シュナイトの日曜芸術家で、ブドウ栽培家のルートビヒヘイスの、例えば石造りの、ブドウ絞り器、ブドウ用煮車、ゲルテ、アプレッセ、ワインテーブル、ベンゲルターフラウ、ブドウオケなどの作品を見ることができる。エンダースバッハシュクの墓地に設置された記念プレートは、1943年に、 ブランデンブルクゲルデン刑務所で殺害されたバプテストの兵役拒否者アルフレート・ヘルプスとを追悼するものである。エンダースバッハとシュトリュンプヘルバッハ近郊の武道山にカール・シュタイン展望台がある。ボイテルスバッハの旧庁役場ボイテルスバッハの修道院教会、この町の最も重要な建物で象徴的建造物となっているのがかつて ユルテンベルク家の墓所でもあったボイテルスバッハの修道院教会である。現在の教会堂は1522年頃に建設されたものだが、中核部分はこれよりも古いものである。エンダースバッハの教区教会は、後期ゴシック様式の旧防衛教会で、その振動は1468年に建設された。内陣都政部室は1491年。 塔は1769年に建設された。新郎は1730年にバロック様式に改築された。シュナイトの教会は比較的新しい。この教会は1748年に初めて2階席付きのホール式教会として建設された。シュナイトには1500年から1600年の間に建設されたガイスベルク家の上官が3つある。 シュトリンプフェルバフ派の教区教会は、後期ゴシック様式のコールトゥルムアンラーゲで、1784年に増築された。グロースヘパ派では、1592年建造のグロースヘパ派城が特に見応えがある。この城は1900年頃からガイスベルク家の所有である。1749年からすでにこの家の女系の祖先が所有していた。この城間は、 現在も個人が所有するバーデンビュルテンベルク州では数少ない上官の一つである。グロースヘパハ城の他にガイスベルク家が建造したとされているシュナイト城は木組建築愛好家に人気のハイキング地となっている。ボイテルスバッハでは毎年春にフリューヤルスマルクトが秋にキルベマルクトが開かれる。5月1日頃に開催されるボイテルスバッハの バインドルフは近隣のみならず遠方からも訪問客を引き寄せている。エンダースバッハでは5月の第2水曜日にフェンスターブリュームレスマルクト9月に屋台市場を含むワイン祭り12月にクリスマスマーケットが開かれる。シュナイトでは毎年マルディーニマルクトが開催される。グロースヘパハでは9月にヘッカーミューレの近くで100種ワインの祭りが開かれる。 特に秀逸なのがワインセラーの夜で、市内の様々なワイン業者が地下貯蔵庫でワインを提供している。シュトリウンプフェルバッハでは毎年3日間ケルタンフェストが開催される。この他に2から3年ごとに各宿持ち回りでバッカス祭が開催される。5月から6月にはグロースヘパハやエンダースバッハの武道山でワインの試飲会が行われる。 ボイテルスバッハの協会祭や、シュナイトの協会祭はこの地域で有名である。約1700人の会員を要する SV。バインシュタットは、VFL エンダースバッハと並ぶに、大スポーツクラブである。このクラブは1897年に、TSV ボイテルスバッハとして設立され、2001年から、SV バインシュタットと改名された。SV バインシュタットは、ハンドボール、 陸上競技、水泳、テコンドー、卓球、体操、バレーボールを行っている。エンダースバッハで設立された VFL は1908年に設立され、1600人以上の会員を要している。多種目スポーツクラブとして運営されており、体操、ハンドボール、陸上競技、水泳、スキー、バスケットボール、ヘルズシポルト、 障害者スポーツといった多彩な部門がある。VFL ジュニア部門では、部門の活動に加えて、すべての青少年向けに、様々なイベントを企画している。VFL エンダースバッハ、TSV グロースヘパハ、SV バインシュタットの3社は、2014年10月1日の会議で、上位組織として SG バインシュタットの発足を決議したバインシュタットには、3つのサッカークラブがある。 SC バインシュタット、TSV グロースヘパハ、TSV シュトリュンプフェルバッハである。最初の二つは、FV バインシュタットから2005年に形成された。1997年に、VFL エンダースバッハ及び、TSV グロースヘパハのハンドボール部門から、HSG バインシュタットが設立された。HSG バインシュタットは、2011年に SV。 バイシュタットと合併して SG ・バインシュタット、ハンドボールとなった。5つの男子チーム、2つの女子チーム、これらとほとんどが重複しているが、ジュニアチームを擁する SG ・バインシュタットハンドボールは、レムスムル君最大級のハンドボールクラブの一つである。バインシュタットには、バスケットボールクラブの BG ・エンダースバッハがある。このクラブは、VFL ・エンダースバッハを母体としている。 1967年12月7日に設立されたテニスクラブバインシュタット・エンダースバッハ EV はバインシュタットで最も古いテニスクラブである。ボイデルスバッハのワイナリー、レムスタールケレライ・バインシュタットの宿はかつては主に、ブドウ栽培、ワイン生産で生活していた。面積489ヘクタールのブドウ畑があるバインシュタットは、 ワイン栽培地区ピュルテンベルクで4番目に広い畑を持つブドウ栽培の町である。現在ではいくつかの中小企業も進出している。さらに近隣の都市、特にバイブリンゲンやシュトットガルトへの通勤労働者も多く住んでいる。道路高速道路として拡張された連邦道 B29 号線が市内を通っている。3つのインターチェンジで地域とアクセスできる。 エンダースバッハ駅鉄道、バスバインシュタットは、レムス鉄道を沿いに位置している。この路線を、シュトットガルト S バーン S2 号線も走っている。バインシュタット市内には、以下の駅がある、シュテッテンバインシュタイン、エンダースバッハ、ボイテルスバッハ。市内には、多くのバス路線が設けられている。すべての路線は、シュトットガルト交通、運賃連盟の統一料金が適用される。 バインシュタットのニュースは日韓紙バイブリンガークライスツイトングで報道される。ブレットでは教会のスケジュール、クラブやその他のイベント、先週のイベント結果を報道しており、週刊で確保に無料配布されている。バインシュタットは2001年に設立されたオンラインイコールコミュニティクイックの所在地である。バインシュタットはエンガースバッハに 交渉人役場を有している。バインシュタットには、ギムナジウム一校実家学校一校2015年からデマインシャフツシューレとして運営されているベルクレアルシューレ一校養護学校一校がある。養護学校は、エンダースバッハ地区とボイテルスバッハ地区との間にあるバインシュタット教育センターに組み込まれている。さらに、各地区には基礎家庭学校がある。このうち、 エンダースバッハ地区の基礎家庭学校には、シルヒャーシューレ、グロースヘパハ地区のそれには、フリードリッシュラーシューレという特別な名前が付けられている。社会教育学専門学校とグロースヘパハ、姉妹団の老人用護専門学校の2校が、バインシュタットにおける教育機会を保管している。ウンテレス・レムスタール市民大学 EV は、バインシュタットのバーベテイに分校を有している。 シュナイトのジルヒャー記念碑これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。